で謎が多い真ん中のスバルっぽいこの色、はい、この子一番高いんですよ。ちょっと見ますか外装。あのさ一番ボロくない？なんかだってさ塗装見て。そうそうそううねうね塗装みたいな。これさ。こんにちは、トラスト企画の花です。阿部ちゃんです。もう今ね後ろに3台あるんですけど、はい、阿部ちゃんがね GC8 紹介していっぱい入ってきてますって言ったら、はい、またいっぱい入ってきました。あの本当に多いです最近。もうね紹介しきれないので、あの今回これの他にもねあと3台ぐらいあります。そうなんですか、はい、ただちょっとまだ準備できてないかったりとか、はい、あとはもうすぐあの棒会場に行っちゃったりとかしてるので忙しいですもんね、はい、今このタイミングで3台、はい、そう入ってきて、この3台全部 GC8 なんですけど、そうですね、なんか値段がね全く違うんですよ。なんで同じ GC8 なのに、同じ GC8 なのに、しかもなんかこのちょっとねボロそうなこの子、うん、センターにいるこの子が一番高いらしい。だって こっちとかさこっちの方が綺麗っぽく見えるよ。程度良さげじゃないですか、うん、なのにこれが程度っていうか値段が一番高いみたいで、はい、ちょっとね一個ずつ説明して、はい、その謎をね解いていきたいかなって思います。行ってみましょう。はい、ではまずねこの左、どっちから行く？左左から行こうかな。なんかこれよく見る形、うん、このねホイールとかも見るんですけど、はいね、うん、こちらの GC8 の概要なんですけど、はい、こちらは平成10年の GC8、うん、距離は89,000キロ。全然走ってないじゃん。全然走ってないんですよ。あとさ GC8 ってさ、うん、いっぱいグレードあるじゃない。ありますあります。あと結構こう長い期間販売されてたからさ、うん、いろんなモデルあるんだけど、これは GC8 の何花ちゃん？こちらはですね、うん、GC8 の WRX STI バージョン V になってます。結構後の方のやつだね。うん、うんうんうん、そうで結構ねパッと見すごい綺麗なんですけど、うんうん、これちょっと残念な車になってます。なんでですか？こちら、ええ、ここの子、はい、この中にいる子、はいはいはい、行っちゃった。嘘エンジン五輪銃。五輪銃です。なんと五輪銃しちゃって、ここにもあるんですけど、あ本当だ、ハイベルも切れちゃってる。うわこれどっちですかね、タイベルが切れてエンジンブローみたいな。多分そうだと思うよ。うわタイベル、あのねなんか EJ20 のタイベルって一本すっごい長いのよ。こう水平対向 の左右までこうずっと行く感じになってるから、はい、もしかしたら他のエンジンより大変なのかもね。ですよね。だってまだ89,000キロでタイベル切れちゃってブローしちゃってる残念な車。うんうんうん、そうでこちらの買取金額は、うん、言っちゃうの？言っちゃうの？買取金額は言っていいか？あこの中では一番低い。あまあエンジンブローだからね。そうだけど、うん、そうあの子が2番目なんですけど、うん、こっちも程度いい、うんうん、でこっちは全然エンジンブローとかしてないんですけど、うん、エンジンブローしてるこっちのこの方が、うん、まあエンジンブローしてる割には値段がついてるっていう、なんでだろう感じです。わけわからんっていうか今までさトラスト企画はさ、うん、エンジンブローしてる車って切り身だったの即、うん、それ切り身されてないじゃん。これはですね、うん、あのやっぱこれどうするのそう切り身だけど切り身にされないですよね。えパーツがあるから逆コンプリート、あエンジンがいっぱいあるから、まあそれもそうなんだけど、この車はさ、まあ走行距離自体は8万9000キロでしょ、うん、で外装もさすごい綺麗なんですよ。綺麗、まあノーマルでね、うん、ほぼほぼノーマルの外装で、うん、綺麗じゃない？綺麗です。で内装も綺麗なのよ、ほぼほぼノーマル。綺麗に整ったれてる。シートも綺麗だしね。これは
トラスト企画的には、はい、自社ではやんないけど、うん、これを買っていただいた次の、まあ、修理工場さんなり一般ユーザーさんなりが、うん、エンジン乗せ替えて楽しんでくださいねという、そういう車なんだ。そうなんですよ。そうですよね。やるとしたら、まあ、こっち乗せ替えちゃえば全然 OK な車。そうそっかそっか。だって車体自体は8万9000キロでしょ、うん、でまあ EJ20 ね、うん、あのノウハウあるショップさんとかもあると思うから、はい、うん、だからかっていうのがこちらの白い GC8 です。なるほど。次どれ見たいですか。へえ、俺黒い綺麗なやつ見たいな。見たいですよね、うん、値段もねあんまりあっちと変わらなくて、こちらの GC8 の概要はですね、うん、平成10年同じだね。あっちが11ですね。あ、11年か。でちょっと1年古いやつなんですけど、うんうん、こちら距離が14万7000キロ、はい、結構走ってんね。だけどこれも状態がいい。すっげーピカピカだよ。黒なのに塗装が。そうなんですよ、ね、なのに値段が2番目に低いっていう。なぜですか。これグレードがまた関係してるんですよ。出たよ。こちらはですね、うん、スバル GC8 の WRX しかないです、うん、あ、STI じゃないんだ。 STI じゃないです。なるほどね。でも私正直なんか WRX とか STI の違いが分かんないんですよね。もうスバル多すぎて。あ、そうね。だって STI の次になんかリミテッドとかついたりするじゃないですか。 それはちょっとここで言った方がいいよ。分かんないです。スバルさん難しすぎる。だからみーくんも結構スバル車を買うときはグレードとかきちんと確認して買うらしいです。うん、そうだね。 GC8 が最近値段高騰してますって言ってるけど、うん、物によってはねこういう風なお車もあるよというところだと思います。うん、でこちらの車は、うん、まあ、そんなに値上がってない感じですね。うん、まあ値上がりはしてるけど、あの STI バージョンなんとかとかよりはまだまだ緩やかかなっていう、うん、違いがマジで分からん。ブレーキとかが違うんじゃないかな、きっと。ブレーキとか内装とか、あとはエンジンとか、インタークーラーとか多分違うんだと思う。あ、そうなんですね。うん、エンジンは一応同じ EJ20 だけど、まあ、ブレーキのキャリパーとかが片押しだったりとか、これとか、うん、あと内装が結構ちょっとおとなしめだったりとかね。ウィングも、そうだね、ウィングも違うね。大きく違いますね。うん、ここはきっとね、あのご覧になってるスバリストの方が詳しいと思うから、うん、ちょっとコメントで教えてもらいましょう、ね、STI と普通の WRX の違い。うん、分かりやすくちょっと教えてほしいですね、はい、っていうのがこの黒い GC8 です。なるほど。で謎が多い真ん中のスバルっぽいこの色、はい、この子一番高いんですよ。ちょっと見ますか外装。あのさ、一番ボロくない？なんか。だってさ、塗装見て。そうそうそう、うねうね塗装みたいな。これさ、純正？缶スプレー？なんか塗装すごいよこれ。そう。なんかツルツルじゃないんですよね。艶なし。バンパーバキバキ。バキバキだし、ホイールとか見てください、真っ黒。これどんだけブレーキダストって感じなのこれ。鉄取るやつでやったら、うんうんうん、多分めっちゃ紫、ま、紫になるよね、鉄粉クリーナーね。そうだし、なぜ一番高いんじゃこれは。わからん、わからん、ね、とか言いながら、うん、外装、あ、じゃあ概要言いますね、はい、こちらは平成11年の GC8、うんうん、で距離は分かんないんですけど、うん、こちらは GC8 下位になってます。下位、下位になってて、うん、車検証の方見たら電力伝達装置が変わってるらしくて、うん、ミッションですね、うんうん、ミッションが、うん、と GDB の6速に変わってる、うん、マジすげくね、こんな外装ボロいのに。でもそれだけじゃ多分こんなに値段がぐんって上がんないんですよ、うんうんうん、それでグレード検索したら、うん、こちらは、GC8 のタイプ RA、うん、
STI バージョン V リミテッド長いって長いよって長いだってもう RA からよくわかんないもん。 RA STI バージョン V リミテッドってことはこの間阿部ちゃんが紹介した白いやつと同じグレードだね、うん、同じです同じです。あのほらボンネットあのルーフにさここに、ね、あれついてるもんね。スクープだっけこれがあるグレード、うん、これで高いのかなこれだけでこれだけででこれなんかね、うん、前見たエボニーなんかちょっと似てるような気がするんですよね。ダートらしいよ。ダートらしいよ。そう同じ匂いしませんこれ。まあ確かにこのマッドガードの感じとか感じちょっとこう覗いてるロールケージの感じ、うん、なんか似てるね。ちょっと中見ましょう。中見てみようか。見ましょう、はい、中にねパーツがめっちゃあるので。うわなんかすげえぞこれ。パーツでねなんで高いかわかるかと思います。どうしたの、どうしたの。フロア見えてるうわこれ同じじゃんかよ。あのエボとフロア見えてるしハーネスがっつりあるし、これはガチ仕様ってやつじゃないですか。これガチ仕様じゃないですか。これあれこれあれじゃん、あのみーくんがさ、うん、言ってた GC8 のダートラだって言ってた。あの阿部ちゃんが変なやつ入ってきたって。そう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 これだこれだこれこれ、ね、うわほらめっちゃうわうわうわすげえわ。ケージ積んであるし後ろにあの見慣れないタイヤがあるんですけど。ちょっと待ってこれさ今多分履いてんのは普通のスタッドレスタイヤなんだけど、はい、うん、多分転がし用だねこれ。だってほらちゃんとラリータイヤ入ってるもん。あこれがラリータイヤ。ほらこれ結構使われてるけどね。あとスパイクタイヤも入ってるそうそうそう。これまあ雪のダートラ競技用、雪でも走っちゃうの。すげえこれは本気仕様だわ。そうなんです。こちらの車、はい、ダートラ仕様 V リミテッドなのにさらにダートラ仕様。なるほど。あ、かなちゃんこれしかも5点式シートベルト入ってるよ5点式ここからも出てます。かなちゃん閉めてみたら5点式5点式5点閉めてたら大変そう。一部のファンが喜ぶかもしれない。ちょっと大丈夫です五点式って相当な走りしないと。五点式シートベルトってさ、いや男の人は痛くないですか。女の人は痛くないんですか。逆に分かんないしたことないから五点式これさ五点式しててさ前から追突したら大切なところが五輪中してしまうじゃないですか。ブローしちゃう。ブローしちゃうよねあなんか追加のメーターとかも入ってて。そうですね、こちらにありますね、うん、これもあるし。これも純正じゃないですか。いやこれナルディだね。あナルディ純正。いや純正じゃないと思う、うん、これも社外の、ここにありますねリミテッドのやつが。やっぱミッションは GDB だ。 GDB これリバースリンクついてるもん。これですね引っ張るやつ、うん、6速だすごい。でご覧の通りねパーツがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、うんうんうん、パーツがいっぱいあるといえば、うん、トランクトランクトランクと後ろと、あ後ろはもうタイヤだね。タイヤタイヤ。あスパイクタイヤってチューブなんだね。うわやば満載すごすごいね。これは何。あ、インタークーラーだ。 STI の STI のインタークーラー。へえ。純正のやつ、うんうん、あとはなんかドライブシャフトとか。そこにもあるんだ。やっぱなんかダートラでねこう現地でスペアに交換するみたいな、ね、ジャッキも積んであるしさこれね、うん、会場からそのまま買い取ってきたんじゃないかみたいなえ、これエンジンも見ますか。エンジン見よう見よう。エンジンルーム、うん、でで ん, ででんお？お？なんかエンジンはノーマルっぽい感じだね、うん、そうですね、うんうんうん、エンジンもやってあるのかなと思ったら。なるほどね。まあもしかしたらねあの前のランサーみたいにエンジンいじっちゃいけない、うん、ああ
グレード、グレード、まあ、クラスだったのかもしれないね。確かに結構そん、うん、諸外パーツ見当たらない感じですね。へ、ね、すごい。ただね、このエンジンはこう今ノーマルに見えるんだけれど、はい、やっぱ競技で使ってる車だから一回オーバーホールしてあるんだって。すごい、うん、めっちゃお金かかってる。じゃあそれもあって、うん、他の車より値段が高いんですかね。なるほどね。っていうかもうこのベルトとか見ると新しいもん、うん、すげえ三つ星さんの。へえ。なんかショーカーみたいにピカピカじゃないけどやっぱ競技でね、うん、使われるっていうのは相当すごい分かる気がする。これ下回りとかさどうなってんの。あ、やっぱガードついてるの全部。そうなんだ。これはダートらしいようですね。これは本気のやつですね、うん、そう今ミー君ね盛り上げるためにたくさん買ってきてる。そう業界盛り上げるためにねたくさん買ってるんですよ。そうこの車が一番高い理由はそれでした、うん、なるほどね、はい、ちょっと一見ボロでもねパーツの満載と、うん、あとエンジンのオーバーホールとかかってるお金が、うん、この車では反映されてるっていう感じだね、はい、そうです。なるほど、はい、じゃあちょっとこのオーバーホールしてあるエンジンかけてみてよ。花ちゃん、いいですか。エンジン聞きたいよ。なんか今うめき声聞こえたけどあのクラッチバカ硬いですやば、競技用なんじゃないやっぱり。おお、滑らかですね。滑らか、やっぱりいい感じだったスタート。へえ、なんかやっぱ前ね、あのお客様に販売した GC8 も、はい、エンジンオーバーホールされてる車だったんだけど、うん、こういう風に静かだったんだよね。スムーズな気がしますね。そうそうそう、はい、でこちらが普通のあの WRX の車なんですけど、うん、こちらの車はエンジンの方がねオーバーホールされてないので、うん、オーバーホールされてるエンジン音とされてないエンジンの音の違い、うんうんうん、ちょっと聞きたいと思います。これ走行距離14万キロでしょ。そうです、うんうんうん、結構いってる。ちょっと開けてみて。あ、でもエンジンは普通に綺麗だね。綺麗です。うん、これも車外といった車外がない感じですね、うん、純正のインタークーラー。わかりますかね、この度が強い感じ。よ、よく耳すますとどの影に子もいるね。あ、どの後ろに子がいる。どこ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 、わかる。ちょっと持って。ちょっとカラカラカラってしまって。確かにスムーズな感じしない、さっきのやつより。さっきのやつはもうさ、あの開け始めからスーンって感じだったけど、うんうんうん、これなんかカラコロカラコロカラコロコロみたいな感じがする。あ、なるほどね、まあ、これ原因がどこにあるのかちょっと分かんないけど、メタルなのかラッシュアジャスターなのかカムなのか、うんうん、ちょっと分かんないけど、音も違うんですね、オーバーホールしてるやつとしてないやつでは。なるほどね。似ような。これ似ような。似合いますか。似ような。これ何の匂いですか。これはですね、あの逆コンプリートの匂いがします。これ逆コンプリートしたらなくなっちゃうよこの車。いや大丈夫です。あ、本当。うちでもエンジンありますし、うん、こういうね、
ホイールっていうのかな、うん、ホイールだったりその3連メーターだったりの方は、うん、ちょっと逆コンプリートさせていただいて、うん、ヤフオクの方に出品します。じゃあ車体の方は、車体の方はあの某オークションの方に、オークション会場にね、流れます。なるほど。完成したのを、はい、あのまた未完成にしてオークションに流すと。なるほどね。結構多いんですかね、ダートらしいよ、最近入ってくるから。あんまり中古車業界には流通しないよね。だって売れないもん。やっぱ専門的なところが、だって内装がこうでさ、もう下回りもねカバーついてどうのってなると、うん、なかなか買取店は買わないでしょ、普通の。結構そうですね、ね、普通で街乗りには厳しい感じですね、はい。まあ、ただ唯一ね、茨城県下妻市に喜んで買い取ってる会社があるとかないとか。そう、ダートラ専門店じゃないんですけど喜んで買い取るらしいです。なんか最近こう盛り上げようと頑張ってるらしいので、はいはい、あのね、まあ、ダートラ仕様のお車、うん、持ってたりとか、はい、まあ、昔ダートラやってた車が、うん、もう使ってなくて小屋にずっと入ってるとかね、そういう車もしお持ちの方ぜひ弊社までご依頼よろしくお願いします。お願いします、はい、ということでね、またいつダートラが入ってるくるか分かんないですけど、また次回のビデオでお会いしましょう。はい、またね、バイバーイ。